いとこ婚、いとこ婚、いとこ婚は、いとこ同士の結婚のこと。ある人物の孫同士の結婚であることから、近親婚の範疇とみなされることがあるが、法的あるいは慣習的な可否は、国家や民族、文化圏や地域社会によって異なる。日本では、四親等以上離れていれば直系でない、限り血族同士の結婚も認められているため、いとこ婚が可能である。 古いデータではあるが、後藤玄太郎の著書、近親結婚と母系性に、世界各地におるいとこんの比率が記載されており、1931年、昭和6年の東京市で4.0%、1949年、昭和24年の長崎市で5.24%となっていた。1914年から1919 19年のフランスで0.97%、 1925年から1939年のイングランドで0.40%、1925年から1950年のアメリカ合衆国のボルチモアで0.05%となっており、欧米に比べれば高い。ただし、1955年から1957年のイスラエル全土で5.22%と、当時の他の地域と比べて、 日本在住の人々の糸コンの比率が突出しているわけではない。なお、今日の日本では過去に比べ糸コンの比率が減少したとされ、調査で糸コンの比率はすべての婚姻のうち1.6%だったという1983年の報告がある。イスラーム文化圏では地域によって異なるが、サウジアラビアのような国では、 血縁が濃いことが喜ばれる傾向があるため、いとこ同士の見合い婚が多い。恋愛結婚にしても、女性が顔を隠しているために、男性にとって恋愛対象になりふるのが顔を知っているいとこに限定されてしまうという事情がある。また、預言者、ムハンマドの第七婦人材ナブが、ムハンマドのいとこであることも、いとこ婚が推奨される背景になっている。クルアーン、コーランに記述された。 婚姻が禁じられた近親者の一覧の中には、いとこは書かれていない。父方いとこ同士の結婚、ビントアング婚は好ましいものとされており、特別な理由がない限り、女性が父方のいとこにあたる男性からの求婚を断ることができないという慣習を持った地域も存在する。ヨーロッパの王族、貴族の間では、いとこ婚が頻繁に行われている関連項目の例を参照。 しかし本来は、教会法に反する近親婚に当たるとされており、カトリックの場合には、教会から特別に社名をもらったり、逆に離婚時にはこれを理由に用いて、結婚を無効にする、といったことが行われていた。他の文化圏の事情については、近親婚も参照。このように、イトココンの可否にはまず文化的な差異が大きく、影響している。レビイコールストロースは、 いとこコンを、の二つに分類した、さらにそれぞれを、父方と母方に分け、四種類とすることもある。親族の基本構造において彼は、当時、未開社会とされていた社会において、いとこコンの奨励が見られるのは、インセスとタブーの全くない原始社会から、タブーのある現代への、進化の途上にあるからである。といったような構造主義以前の見方を退りけ、 財の交換内し贈与という視点から、数学的に記述することさえ可能な体系的な規則性があることを示し、俗外婚の規則性を論じた。イトコ婚に関するこの分類方法は、その後も文化人類学で一般的に使用されている。国にもよるが、イトコ婚、カズンマリッジは近親婚を意味し、その制限は近親度数に基づいて行われている。 現在の近親度数の計算方法は、同じ祖父母を持つ子孫は、近親度一度、いとこかその母、ファーストカズン、同じ祖,祖父母を持つ子孫は二度、はとこ、その父母、祖父母、セカンドカズン、同じ高祖父を持つ子孫は三度、サードカズンなどとされている。中世前期のヨーロッパは、ローマ帝国後期の慣習を引き継ぎ、カノン法に基づいて、近親間の結婚を禁じていたが、 次第に、貴族・氏族の近親関係が増えてゆき、最終的には限られた活動範囲で伴侶になる、見込みのある相手を見つけることが容易でなくなった。例外的な婚姻、特面の結婚や、その婚姻による子を、教会の保護対象とすることを認可されるには会に、莫大な支払いをする必要があり、その金額も次第に増加していった。1215年。 第四ラテラン公会議は7度以内だった、近親婚の禁止の度数を4度以内、6から16親等以内へと下げ、度数計算方法も改定した。それまでの計算方法は、同じ祖先に行き着くまでの人数に、そこから婚約相手までの人数を加える方式だったが、新法では単に同じ祖先に行き着くまでの数となった。1215年以降は、特名を受けずとも4度までは、 婚姻可能という習慣が一般的に普及し、近親婚の全体的な経費は下がった。19世紀になり、女性の社会的な活動性が高まると、教会法に基づく規則は次第に捨てれ、19世紀には、ハンガリー、スペインでは特免は政府によって行われるようになった。1875年のチャールズ・ダーウィン。 1809から1882の出産によれば、イングランドでは一度の近親婚の割合は、全体で3.5%、中流階級では4.5%だった。貴族階級の中では1819年生まれの、ビクトリア女王とアルバートとの婚姻が結出した例外となっているが、20世紀には、イトコ婚の割合は1%にまで下がった。 スコットランドの精神科医で学会副委員長の1826から1909は論文で近親婚の子孫への悪影響に関するダーウィンやアラン・ハス、アラン・フースの結論の大きな矛盾を指摘し、血縁の悪影響は適切な住環境によって部分的に解決ができるという仮説を立てたが、実際にはそのデータは仮説を証明しうるものではなかった。 2002年にはタイム氏が男女人交差による男性の結婚欄により、いとこ婚が増加していることを報じた。アメリカでは、いとことの結婚は25の州で禁止されている。また、別の6州では、特殊事情の下でのみいとことの結婚が許可されており、例えば、ユタ州は、双方の配偶者が年齢65歳以上もしくは、 年齢5歳以上で性的不能に関する証拠を持つ場合に限定して可能となっている。残る19の州及びコロンビア特別区では2008年現在、イトココンは制限なしで許可されている。インドは多宗教国家であるため、一律にイトココンの可否を決定することができず、異宗婚の場合に用いられる婚姻法では原則禁止としているが、同宗婚の場合は、 個々の宗教法に従うことになるた、イスラームを信仰している場合は、可能ということになる。韓国は1997年まで3度以内の、禁止同士、高祖父母が、同じ禁止の婚姻と、同棲で、同地域出身者同士の婚姻を禁じていた。台湾、北朝鮮、フィリピンは、いとこ同士、一度の禁止の婚姻を禁じている。 日本では常実の通り、近年は割合は下がっているものの、法的にはココンは認められている。中国はかつて農業地域ではココンも行われていたが、1981年の婚姻法で禁止された。は、男女が直径の近親にある時と、合系の近親であり近親度が3度以内の時の婚姻を禁じている。 ベトナムは2000年の婚姻家族法により3度以内の近親同士の婚姻を禁じた。ヨーロッパの王公貴族の間では上述の通り、イトココンが頻繁に、時には何世代にもわたって行われている。イトココンの事例は、枚挙に暇がないため、ここで挙げるのは、君主の例、及び君主が兄弟姉妹と共に、イトココンを行った例に留める。このか、 ベトナムの鎮ンにおいて、交際と古今が頻繁に行われていた。関連のことわざに、いとこ同士は、鴨の味。いとこ同士の夫婦の中は、非常にむつまじいがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。